馬のなんか土曜日はこういう雑談っぽいラジオ的な聞き流し系もやめて解除しないんで、なんか話せば分かるんで。というわけでですね、はい、今週も始まりました節約大全公式チャンネル一口馬主の会の時間です。はい、お相手は私小町と、はい、林和也と、たまに近藤明でございます。もうたまにじゃなくて半分ぐらい出てるからねあなたもはやもうレギュラーじゃん。そうだよ。ということで今日はね、まずね、前回月曜日にね、うん、先週の今週の月曜日にやった引退馬動画、あれはですね、たくさん反応いただいてありがとうございました。ありがとうございます。僕気になったのが、この今日もどこかで馬は生まれるという馬だけに、これコメントいただいてたんですね。俺見てみたいなと思ったんですけど、はい、うん、どうやったら見れますか？いや俺探していたんだけどね、そのどこかで動画配信やりたいなと思って、うん、U-NEXT、Hulu、アマプラはとりあえず配信ないですね。どっかで上映されるのを待つしかないんですかね、上映から。 まだ上映がないってこと？すごくなんか小規模映画、あ、クラファンとかやったりしてるんだよね。そうなんですよね、うん、9月5日より新潟シネウィンドで。新潟行くのかこれ見に。あれ払うんでどっかでやってくれないですかね。はい、よろしくお願いします。はい、でこの引退馬つながりでシェリフズスターについてちょっとこの間話したじゃないですか。セイウンスカイのやつ。そう、うん、まあでもセイウンスカイの話ではなくてさ、はい、ポッセの話ってね。そう、ポッセ。ポッセの話。ポッセ系の話。ポッセ系の話で。ポンセじゃなくて。ポンセ、ポンセ。ホームラン、よく覚えてるね通じると思わなかった。横浜太陽ホエールズのね、そう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 、ポンセですよ、はい、いやポンセはね、嫌なバッターだったよ本当に。なるほどね、あの俺小学校のあだ名ポンセだった金田さんのあだ名はなぜかポンセだったというところだけ使っていただければと思います。はい、さあこの西山さんのねツイート、はい、Now 少し酔ったから書くけど、1999年1月5日セイウンスカイが新馬をちぎって勝った時、おいシェリフズスター今どこにいるのか、去年末に廃業しました、探せ、ジュニアカップを落勝した時に、もうこの世にはいませんとの連絡を受けた時の悔しさは、これ何、何単筆の、単筆にがたく、え、何、初めて見たその字面、一緒のことかな、筆舌に尽くしがたいと同じような意味ってことなのかな、うん、それとも単純に間違いかな。一口馬主についてすごくこう嫌いらしいですね、西山さんは。ああ、そうなんですね。うん、俺昔北海道行った時、その西山牧場っていうね、その牧場の隣を走ってたことがあるんだけど、ものすごい坂があるんですよ、それだけ。だから馬は鍛えられる。いや、そういうことじゃない、ただの道がさ、すごいなんか道が、ね、ダッシュボードの上のあのここの空間に置いてた荷物が全部ダラダラって落ちるぐらい、そこまで、そう、坂があってレンタカーが全然走らなかったレンタカーのマーチがさ全然走らなかったんですよ。これだからそうなんだね、本当にその、ね、前のセウンスカイが新馬勝ちをした前の年に廃業になったってこのタイミング、ね、でこれをたどっていくと、この先週の新潟の方か、はい、ケンシンコレパードステークスを勝ったケンシンコの母父クリプティックラスカルは、サイレンス鈴鹿の叔父で、ゴスデン厩舎のエクソムダービーバーベニーズディープの判定として輸入、5世代で用途変更となった経緯があるのですね。このクリプティックラスカルっていう馬はだから、うん、まあ、要は輸入されたんだけど5世代だけで汎用になっちゃったっていう、そのシェリフズスターっぽいそういうストーリーがある馬なんだなっていうのに、西山さんがいや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 と、セイウンスカイは2冠馬、仮にも2冠馬だぞと、ダートの G3 1個買ったぐらいの馬と一緒にすんなよみたいなことを言っていたという、ね、そういう話ですけど、いいじゃないかあとね、その引退馬つながりでね、さっきじゃないね、明日あのウィンの募集馬検討の動画やるんですけど、はい、ね、さっき話したじゃないですか、はい、アブクマポールの話、はい、出てきたから、はい、それを思い出してちょっと調べてたんですけど、アブクマポールって、まあ、守護馬になってその後、乗馬に用途変更されてるんですけど、はい、でさらにその後のまた用途変更、乗馬引退してっていうのがあったんだけど、その後がね結構悲惨だったらしくてね、悲惨、重傷勝ってる馬って補助金が出るので、うん、だからその補助金目当てで引き取った人が結構なんか悲惨な暮らしをさせてたらしくて、もう馬房に汚いとこに突っ込みっぱなしで掃除もしない、なんか手入れもしないみたいな環境にずっといさせられてすごく悲惨だったっぽいので、まあ本当引退馬に関してはすごく考えさせられますよね、いろいろね、はい、引き続き。でもね、今はこうテンポイントとか藤山剣山を生産した吉田牧場っていうところで余生を過ごしていると思います。ああ、今はちゃんと暮らしてるんですね。しかしその吉田牧場がね、今年の春に、ね、火事になって5頭いた繁殖牝馬が全部死亡していたらしいですね。これ波乱万丈だなと思って。でもアブクマポールは無事らしい、28歳今。ま
まあなんか吉田牧場はそのままもう生産はやめるんだけど、阿部君のポールはそのままちゃんと、余生を面倒見ますっていう。なるほど。そして次のトピックです、はい、はい。モーリス3区、新馬戦3勝、うん。これは本当に良かったなと思ってね。良かったですね。もう2歳リーディングがこれで4位まで上昇しました。そんなに上がったんだ。うん、今ディープインパクト、ドゥラメンテ、絆、モーリスっていう順番になっています。はい。で、キャロットのね、ストゥーティーっていうのは、母リラバティ、その母シンハリーズということで、キャロットのね、G1 はシンハライトの姉ですよ。おー、うん、マーメイドステークスを勝ったんですよね。で、母父、ゼンノロブロイ。はい。なんだっけ。で、ゼンノロブロイはね、なんでなんだっけっていうかっていうと、まあ、明日やるウィンの動画で言ったからね、うん、母父ゼンノロブロイのモーリス3区っていうのがやっぱり、ね、おー、言ってた。そうそうそう。そしてこのコメントをもらったじゃないですか。で、この方は、まあ、やっぱ母父がゼンノロブロイ、まあ、父ゼンノロブロイの母馬優先のキャロット馬を、持っていたので権利があると、うーん、悩むねっていう。なるほどね、うん。もう一頭テーオメアリーっていう馬ね、1200の新馬戦ルメールで勝った馬ですけど、まあ、スピードの違いで逃げたけど直線では手前も変えず楽勝でまだ底を見せてないっていう感じ。お、強かったっすね。強かったですよね、うん。あと新潟のマイルを買ったサンデーのインフィナイト、モルガナイトの子ですよね、これは。新潟マイル不良馬場を上がり最速で先行して上がり最速でもう楽勝。2着もサンデーレーシングの馬だったんだけど、このベルボーグっていう馬を待って追い出して突き放したっていうところに今なんか強いなっていう。強かったですよね。そうそうそう。で、この子はね、あのイペルラーニをさっき、はい、さっきじゃない、明日するんですけどこれに出資してた友人、同じ方が出資されている。へ、うん。いや、でもあの勝ち方見たらね、あれちょっと期待するよね、あれは。はい。ということでですね、まあ、引き続き、モーリス3区が勝ってくれることで、まあ、今の低評価を覆してほしいなということでね、僕モーリス大好きだったんで、今日はオルフェーブルの T シャツ着てますけど、俺シルクもモーリス2頭、北三ブラック2頭の4頭で申し込んでますからね。そうなってましたね。はい、続いては近藤さんのトピックです。どうぞ。そういう振りでスタートするんですね。まあ、モーリス3区もすごい活躍してくれて、うん、僕もあのモデュロールに出資してるので、はいはいはい、3区が勝ってくれるのは嬉しいんですけど、それ以外の新馬戦で取り上げるとしたら、オーソクレース、キャロットクラブ、はい、マリアライトのね、強かったですね。これ強かったですね、はい。で、この馬も最内枠で出遅れて、あ、また同じことやっちゃったな、ゾーネルさんと思ったんですけど、あるあるだよね、あの、てんてんですね。もう馬群の中段にいて、64秒6の超スローになって、もうこの時点でもうないなと思ったんですけど、直線外に出したら、もう矢のような伸びで、まあ、勝ちタイム自体はそんな大したことなかったんですけど、まあ、スローだしね、はい、はい、ただ、やっぱ、そのパフォーマンス的にはすごかった、まあ、勝ちタイムなんか当てにならないですからね、実際の話、メジロブライトとかも相当遅いタイムで勝ち上がりましたからね、最初。ここでメジロブライトの勝ち上がりタイムの話をされてもちょっとね、調べがついてないからね、それはずるいよ。やっぱあらかじめ言っておいてくんないとメジロブライトの話するよ。ちなみにな、何メートル、何秒、何分、何秒だったんですか。函館の新馬戦、芝戦800メートルで、6頭立ての6番人気で、うんうんうん、5頭がちょっと固まってたんですけど、うん、圧倒的な人気薄で58倍ぐらいついてたんですよ、メジロブライトが、うんうんうん。勝ちタイムがですね、2分1秒6。2000m みたいなタイムだね。そうです。しかも1000の通過が1分12秒超すごい調教だね。それ新馬戦ってやっぱ遅くなりがちなんですよね。そうなんです、ね。新馬戦は遅くなるんだけど、でも未勝利になると速くなるから、でそこでなんかね、やっぱ流れに戸惑ってみたいなケースとか。あ、そういうことあるんだ、初めて知った。基本だからなこれ。え、そうなの。馬券とか買うだろ、もう基本だぞ。結構逃げたくないっていうのもたくさんいるし、そう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 、最初のレースだからっていうのでペースが上がらないんです。なるほどね。肝に銘じております。でも未勝利はやっぱそうじゃなくて普通のレースなんで、一回経験してきて、まあ一回どころか何回も経験してるんで、そういう馬いたってことだもんね、うん、そうそうそう。だからその基礎馬、まあ、既にデビューしてる馬相手にいきなり未勝利戦でデビューする馬が勝つっていうのはすごいことなんで、おお、そうなんだ、ね、うん。覚えておいてね、ちゃんと回がないからね。続いてのトピックはこちら、はい。まあ、あの前回ディープインパクトの命日に海外でファンシーブルーが勝ったんですけど、そうですね、はい、うん、今回はキングカメハメハの命日、うん、8月9日に管理してた松田国秀厩舎のタイムフライヤーがダート重賞勝利、うん、はい。キングカメハメハ3区じゃないところが素晴らしい、ね、管理してた。そうですか、松田違うのか。そうそう、あのキングカメ3区はエアスピネルがいたんですけど、そうだね、エアスピネルをね、狙ってここ、ね、なるほどね、はい、管理していた。そう、完全にね、近藤さんがね、
芸人おじさんになってますタイムフライヤーってダートの馬だっけ。いやホープフルを勝って芝、そうだよね、ルーカスが負けたね。あーホープフル、ここで見せたじゃん、ルーカスのホープフルステークス。それか、松田栗秀厩舎はそれ以来の重賞制覇。ああ、なるほどね。松国さん、伝説の松国ローテ知ってる？知らない。知らんのかい。キングカメハメハがさ、うん、やったじゃないですか。あれ、皐月賞から NHK マイルカップダービーっていう福建連発のね松国ローテですよ。ダビスタみたいな、ね、でも一時期その流行ったというか流行った、そうそうそう、はい、という感じで明日おじさんのお話でしたはい、続きましては、プリモシーンがね今週の関谷記念に出走します。お、はい、これ1回勝ってるもんね。そう、2018年に勝って、うん、また出てきますのでぜひ応援をしてほしいんですが、まあ、僕の出資はプリモシーンについては過去動画がありますので2つご覧ください。初期の頃の G1 に出る前にね、うん、出たやつだよね。そうそうそう、ちょうどこの春の G1 シリーズで出資馬が出る前にはそうやるっていう、まあ、ライバルはね、あのサトノアーサー、クリノガウディ、グルービット、メイケイダイハード、トロワゼトワル、あとはシルクのアストラエンブレンとかエントシャイデンとかもいますかね。上がり勝負だと来るかもしれないです。どうなんですかね、新潟なんか珍しくね、馬場悪かったもんね、先週。そうですね、不良馬場が珍しいっていうぐらい、うん、どっかで2017年以来のなんか思うは不良馬場とか言ってたけど、2017年以来だったらそんなでもねえだろうと思ったんですけど、ちょっと3年前じゃねえかみたいな。そうか、新潟って何そんなに良馬場が多いって。夏だからやっぱ夏の開催は晴れるじゃん、もうずっと見て、今日クソ暑い、今日死ぬよ、人が死ぬ。もともと水はけも良さそう、うんうんうん、札幌だっけ函館だっけ、なんか不良馬場でやったことないって言ってる。あ、そうなんですか。そう、絶対不良馬場にならないほどのなんか水はけの良さみたいな。またここ調べてないのがね、この雑談のいいとこだよね、はい、なんか北海道っぽいですね、うん。まあ、ちなみに僕の馬なんですけど、6月27日にモーソンピークが未勝利戦を勝って以来、はい、23連敗中なんですよね。なんとかしてくれませんかね。いや、もうプリモシーンちゃんが今週いっぱい出るんで、レゴリス、ベルラガッツォ、モルト・ルバート、久しぶりにブルベルソンも出たり、あとプリモシーン5頭出るので、なんでベルラガッツォとモルト・ルバートは、まあ、未勝利なんでね、なんとかね、うん、やってほしいですね。はい、そしてね、15日の土曜日、札幌6ラウンド。ラウンドって言うなよ。え、これなんて言うの？レースでしょ。え、ラウンドじゃないのこれって。嘘でしょ。6レース。また横山武史騎手が乗ってくれて。タケシ、大江武史の武史か。そう、バルバレスコちゃんがおそらく最終レースかな。まあまあまあ、でも9月6までだから、まだ、もう1回、ここでもう1回権利取れば。可能性はある。お願いします。前も話したけど、次のことを考えずにね、そうです、勝ち切ってほしいですね。そうですね、はい、はい、っていう感じですか、うん、これぐらいのトピックがありまして、はい、うん、あとね、あのコメントでダビバスやりませんかって言ってくれて、はい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 、ダビバス、ね、俺とアキラやってんだよね。究極エビルプリーストを復刻やってるんで借りましょう、はい、ダビフレお待ちしてます。 DM 待ってます。ダビスタでちょっと血統覚えた俺なんかもうね、ボタンポチポチ押してるやつ、あの素晴らしい血統だったら普通につけちゃうだけなんで、ダビフレになりましょう。はい、じゃあ、まあちょっとグダグダになっちゃいましたけどね、馬のなんか土曜日はこういう雑談っぽいこうラジオ的な、そうね、なんか YouTube ってあれだよね、聞き流し系のライトな大画面で雑談を見させてというわけでね、こんな話でちょっと、まあ、土曜日はまあこんな感じで、日曜日はちょっとなんか一ネタ、あのそんな感じで今日の話がね、ちょっとでも面白かったらもうやめて解除しないで、なんか動画更新すると減るんですよ、話せば分かるんで。前も言ったけど、一回なんかコメント欄とかに何がお前ら何がうぜえよみたいなことちょっと書いて、で絶対それ回答しますので、それを見てからなんかあのチャンネル登録を解除するうんぬんっていうのは考えてもいいんじゃないかなっていうふうにね、思うよね、うん、ぜひちょっと高評価のいいねポチだけでもよろしくお願いします。はい、節約大全公式チャンネルではお金にまつわるいろいろな話、広い意味で節約と取れる話題であればどんなテーマでも取り扱っていますので、ぜひ再生リストもご覧になってみてください。それでは今日も、小町とポンセと近藤明がお届けしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。でもあだ名がポンセっていうところだけはもうさ、忘れられないよね俺あだ名ポンセだったんだけどって、もういいじゃん、ポンセですに変えようぜ。もう嫌です。